こんばんは、みつこです。お忙しいこの時間にご一緒させていただき嬉しいです。いつもありがとうございます。この番組は私ががんを経験して出会った食や健康のスペシャリストの方々をお招きして、私がいただいたたくさんの情報や勇気を大切なあなたにもお届けしたい、そんな思いで放送しています。私自身ががん患者となって、またたくさんの方と出会って気づいたことの中に、当たり前の喜びというのがあります。それは選択を固定される不自由に立ち止まって気づいたこと、病や怪我や事故、そして誰もが抗えない老いによって今まで経験したことのなかった問題に向き合った時、その時あなたの周りに何があるか、社会に何があるかということがとても大きな支えになります。これをね、コロナの前に今日のゲストさんにご出演いただいた時に話してたんですよ。がん、はい、に出会っ、がんになってから当たり前の喜びというのに気づいたって、はい、だけどもうみんなね、うん、このコロナを超えてというか、うんうんうん、経験して、はい、皆さんが感じていらっしゃることだと思うんですよね。そうかもしれないですね。意識がガラッと変わったということはあるかもしれません、うん、はい、ですのでね、ますます以前に加えて、うん、今日のゲストさんのお話、はい、がとっても皆さんの役に立つと思います。はい、そうですね。早速ご紹介させていただきますね。はい、ラジオ同時字幕配信 M プロジェクト発起人でいらっしゃいます NPO 法人メディアアクセスサポートセンターの徳江さやかさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。徳江です。徳江さんにお越しいただくのは今日で何回目でしょうね。7回目です。7回目ありがとうございます。もう本当準レギュラーなんてもんじゃない、ね、いろんな方を、うん、連れてきてくださっていたかなという印象なんですが、今日はお一人なので、はい、徳江さんからたっぷりお話をお伺いしていきたいと思います。申し遅れましたが、私ナビゲーターの宮良寺斉藤です。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、まずはタイトルコールご一緒にお願いいたします。心、体、健康、きれい情報番組、今からここからスタートです。はい、キャンサーズ2号みつこです。どんな時も一人じゃないよ、大丈夫。顔を上げたら支え合える仲間がいます。今度は一緒に何を吹こう。そう考えただけでワクワクのエネルギーが湧いてきます。生きているって楽しいね。あなたも一緒にインディアンフルートを始めませんか？お問い合わせはカタカナでキャンサーズラブフルートで検索してください。この時間は今からここからお届けしています。エイトノットラウンジ、そして番組応援団の皆様のご提供です。本日も NPO 法人メディアアクセスサポートセンター様のご協力により、見るラジオ M プロジェクトリアルタイム字幕を配信しています。今からここからは見て聞いて楽しめるラジオです。字幕配信をご覧になりたい方は番組ホームページの YouTube 画面からご覧ください。すべてのエンターテインメントに情報保障を、みんなで作る字幕 M プロジェクトに参加してみたい方は UD トークアプリをダウンロードしてお気軽にご参加ください。詳細は番組のホームページ、カタカナでエイトノットラウンジで検索お願いします。さあ、そして本日もメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先はメールまたはファックスで宮良寺宛てにお願いいたします。 E メールアドレスは数字で773@miyaraji.com、ファックス番号は 028-666-4999、
7878です。またプラプラアプリでお聞きの方はメッセージボタンを押していただきますと簡単にメール送信できます。たくさんのメッセージをお待ちしていま す。さあということで本日のゲストの方を改めてご紹介させていただきます。ラジオ同時字幕配信 M プロジェクト発起人 NPO 法人メディアアクセスサポートセンターの徳江さやかさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。リアルでお会いするのは久しぶりですけれども、うん、この番組中いつもね陰で支えていただいている、なんかいつもね、はい、一緒にこの番組を作り上げているっていう気持ちが、うん、強いので、なんかねこうリアルでお会いできるの嬉しいです ね。久しぶりにお呼びできて嬉しいですよね、うん、本当ですね、はい、嬉しいです。 UD トークといえば徳江さんという感じがいたしますが、ね、はい、この番組ラジオなのに見れるってすごいですよね、うん、そうですね、うん、全く聞こえないわけじゃなくてもちょっと聞き取りにくいな、あるいは音を出さずに例えば電車の中とかで見ることができる、うん、これは斬新ですよね、はい、でちょっと聞き取りにくい時に字で出ていれば、うん、あこういうことを話しているんだっていうことが、うん、とっても分かりやすい、はい、耳が不自由でなくても、はい、聞きながら文字が読めるってすごく分かりやすいですよね、うん、理解しやすい、うん、はい、音がまあ、出せないような環境に行ったとしても、うん、はい、本当にリアルタイムで一緒に楽しめるっていうのがすごく素晴らしいなと思いますし、まあ、これが当たり前になっていけばなって思いますね、うん、日本全国で毎週毎週リアルタイムで字幕をつけている番組ってもうそうそうないと思うんですけど、そうですよね、もったいないですよね。こういうことができますよって、はい、知らせたいですね。そうですね、ラジオだけじゃなくて、うん、いろいろな配信とか発表したいこと伝えたいことにこういったことができますよっていうのを知らせたいな、うん、そうですね、はい、もう1年半ぐらいですかね、ね、続けてきて、そうですね、すごい、ね、そう考えると、ね、毎週毎週ですからね、うん、はい、今日もまさに今この時間に字幕をつけてくれている仲間がたくさん、日本全国、ね、日本全国から海外からも、はい、います。本当いつもありがとうございます。ありがとうございます。エイトノットラウンジのホームページの画面、うん、YouTube 画面から字幕ご覧いただけますので、ご興味ある方はぜひご覧になってください、うん、ね、チェックしてください。はい、だから UD トークのね広がりを見せているんです、宮良寺でも。でもう宮良寺で実はこの UD トークを活用しているということでその辺のあたりもちょっとここからねお話を伺いたいなと思うんですが、はい、ね、なんか嬉しいニュースを聞いてしまったので、ぜひ徳江さんにもね本当ぜひお知らせしたい話題ではあるんですよこのお時間特別に宮良寺の稲葉局長にもご参加いただいてお話を伺いたいなと思います。よろしくお願いします。わーい、わーい、いいんですか。わー、嬉しい、ありがとうございます。いいんです、いいんです。はい、宮良寺局長の稲葉です。お世話になります。いつも光子さん、徳江さん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。みつこさんの番組に出させてもらうのは僕の夢だったんですよまたまたいつもねこのミキサー室のガラス越しにしかね、はい、拝見できてなかったので、はい、いつかこの会話に入ってやろうと思って。あ、嬉しい、ね、本当嬉しいですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。稲葉局長の、うん、UD トークの活用法が非常に、うん、徳江さん的にも嬉しいとおっしゃっていただけたので、はい、はい、どんなことをされているのか、はい、お願いします。この時間全部僕喋りますよどうぞ熱く語っていただいてね、僕ね徳江さんに1年ぐらい前かな、一番最初に出ていただいた時の2回目かな、うんうん、こんなものをもらったんですよ、うん、はい、こんなものってラジオで見れないそうなんです、はい、これね両方にイヤホンジャックみたいなのがついてて、うん、ヘッドホンジャックかみたいなのがついてて、真ん中にねボリュームのつまみみたいのがついてるんですよ、はい、これどうやって使うかっていう と、はい、パソコンとかあるいはなんだろう CD とかの、イヤホンジャックから、
スマホのイヤホンジャックに音を取り込んで、うん、実はここで UD トークを使うんですね、うん、そうすると、そのパソコンの音が全部、テキストになって UD トークで表示されると。あーすごい画期的、うん、これをね、うん、なんかに 使えるだろうとで僕 ねもうすでにね1年前にね、ミヤラジのマガジンで対談の記事を書いてんですよ、はい、すごい年寄りラジオというね、うん、番組の対談記事を書いてんですけど、2回にわたって2号にわたってすごい記事を書いてんですけども、うん、はい、これテキストにしてるのは UD トークでテキストにしてるんですよ。あ、もうすぐすでに活用して、すごい、はい、そして最新号の第19号のピックルボールの記事があるんですけども、うん、これもミヤラジの放送をそのまま同時録音のデータを UD トークに聞かせてテキストにして、だいたい A4 のそうだな原稿用紙じゃないや、用紙で20枚ぐらいのテキストを、まあ大体1枚ぐらいにぐっと凝縮して作ってんですね、うんうん、インタビューをそのまま、あるいは番組をそのままテキストにするというのはすごく活用させてもらってます、うん、おー、すごい。そうですよね、それ耳で聞いて文字起こししたら大変な労力ですよね。昔はねテープ起こしとかね、うん、言いましたけどね、うん、大変な時間かかってると思いますよ、うん、それが1回聞かせるだけでほぼほぼテキスト全部ね綺麗にテキストに並んでもらえるので、うん、すごく便利に使わせてもらってます。あ、ね、本当マガジンの最新号ぜひお手に取ってご覧いただきたいなと。 UD トークが使われているということで、もう徳江さんずっと拍手してくれてますよいやそういう使い方でいいのかどうかは分かんないんですけども、うん、便利に使わせてもらっちゃってるので、ね、はい、いかがですか徳江さん。もう大歓迎ですもんね。やった、はい、とにかく、うん、この UD トークというアプリに親しんでいただいて、うんうん、でこう必要な場面に出会った時に、うん、パッと立ち上げることができるっていうのがすごく大事なんですよ、うんうんうん、これ私も長年割と早い時期からこのアプリのことは知っていたけれど、はい、こう必要な場面に出会っても、うん、ちょっと躊躇して、うん、こう開けないんですよね、うん、自分が日頃から使って活用して開き慣れてないと、うん、パッとこう必要な人に向かってね、うん、こう自分が文字を入れて読んでもらうみたいなことってちょっとしにくいんですよ、うん、ところがこうやって自分のね必要のために文字を起こすでも何でもいいんですけど、うん、はい、この UD トークというアプリを使っていれば、うん、こうあなんか使えるかもってとりあえず立ち上げて、はい、で新しい使い方もさらにしていく、うん、それが相手が、耳の不自由な方であったり、あるいは、言葉の違う方であったり、うん、いろんな場面があると思うんですけど、うん、そうやってこう使っていただくっていうのがね、うん、もう本当にもう嬉しいニュースでした。ありがとうございます。いえいえ、お世話になってます、はい、そしてなんか私ちょっと野望があってね、なんかこうこの M プロジェクトだけじゃなくて、うん、せっかく局長さんまで巻き込めたのであるから巻き込まれましたちょっとずつちょっとずつ増殖していきたいというね、うん、願いがありまして、うんうん、でちょっと今日さっきね立ち話してたんですけど、はいはいはい、ちょっと構想をこんなことができたらいいねぐらいの話ですけど ね、 ミヤラジがね今一生懸命取り組んでるので、多文化多言語っていうのがあって、うんうん、はい、多言語でこう出ていただく番組もね、外国人の方に出ていただく番組も、うん、まあまあ増えてきてますし、うん、国際交流協会さんがやってる番組も、うんうん、今期からあと先期からか、うん、できましたので、まあ、そういうところでね、なんかちょっと UD トークを使って、まあ、みんなでこう何これっていうね、うん、どう何これすごいみたいなのを、うん、みんなでやってみると面白いかなと思って。そうですよね、うん、いやびっくりしますよねこの UD トークアプリ、うん、もう目の前でこの自分の喋ってる言葉が文字になっていく、そして同時に世界中で使われている今同時変換できる多言語に全部変換されていくんですね、外国語に。これ私も初めて見た時びっくりしましたし、うん、すごく面白い、うん、うん、ね、私も実は生活の中で
こう違うよそのテーブルで筆談されている場面とかに出会ったことがあるんですよ。でお店の方は普段そういったことに慣れていないっぽくて、あの文字を書くのがすごく遅いんですよね。これ喋ってユリトークで文字にして見せたら早いのにとかね、うん、そういうあの場面に出会ってきているので、うん、UD トークアプリがみんなの生活にピタッと密着すると、あのいろんな人が便利になるだろうなって感じていますね。本当あの宇都宮に関しては宮良寺がもう率先してこの UD トークを活用して広めていきたいですね、うん、なんかね、その外国人の方もそうだけども、うん、みんなでこう一回集まって、うん、わちゃわちゃやりながらね、うんうん、こんな風にやったら面白いんじゃないっていう、なんかそういうね、うん、なんだろう、ワークショップじゃないけども、うん、なんかそういうのも番組にしちゃったりとかね、あ、活用、うん、はい、なんかそういう広める、面白いことやりたいね、楽しいこと、ね、素晴らしいですよね、うん、だってね、はい、本当にこれからなんていうか高齢化社会と言われている中で、うんうん、まあ耳が不自由になったり目が不自由になったりっていうことが、ね、見えにくくとかなってくる中で、はい、うん、こういったその生きやすくなってくる、うん、生活をそのままに楽しめる人生が残されていくっていうのは、うん、どんどん広めていったらいいと思うんですよね。うん、うん、拍手の手話です、これは。拍手ですね。はい、本当なんかすごく、うん、徳江さんにもこういったあの何ていうんですかね、新しい取り組みについてお伝えできていい機会でした、うん、今日。はい、うん、今後もちょっとタッグを組んで、はい、徳江さんどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、本当に楽しみ以外の防災面でもね、非常に重要なツールですもんね。そうなんですよ。うん、あの普段使ってないとね、万が一の時って使えないんですね、うん、さっき徳江さん言ったけども、うんうんうん、だから使い倒すぐらい使っておいて、はい、万が一の時にスッと出すっていう。そうですね。そうね、この M プロジェクトでもその幾多の困難を乗り越えてるじゃないですか、うん、今日はこんなことが起こってしまったみたいな、はい、それをやっぱりチームとしてこう揉んでいく感じっていうんですか、うんうん、それを経験していく、その時その先にやっぱりいざっていう時にスルッとできるのができていくのかなっていうふうにも思うんですけど、うん、ですね。ですか。そうですね。はい、うん、ありがとうございます。まあ、いざでも何でもないこうね、通常の番組に当たり前のようにつけてるんですね、うん、まずね、うんうん、これもすごく大事なことなので、はい、当たり前です。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます、はい、本当あの身近に自分たちがとにかくまあ使ってこれを生かしていければと思いますけど、稲葉局長の今回こういろいろとこう使われているアイディアとかいかがですかね。今聞いてる方たちの中でも、あ、そんな使い方あったかなんて思ってあの活用していただけると嬉しいですね。うん、嬉しいです。私も Facebook の知り合いがね、うん、これからインタビューのね3時間分のね文字起こししなきゃいけないんだってぼやいてるのを見ながら、はい、UD トーク使えばってもう言いたくてしょうがなくなるんですけど、はい、まあね、なかなかね、こう実際こう目の前でやっぱりこう動かしてみたりとかしないとハードルはあると思うんですよ。敷居は高いというか、初めてのアプリを自分でダウンロードして使い始めるって結構ね大変なことだと思うんですね、特に高齢の方にとってとか、うん、なのでやっぱり対面でね、イベント的にみんなで遊ぶとかそういうことができたらね、いいなって思いますよね。楽しそう、楽しそう、ね、いろんな言語をお話になる方のね、おしゃべりを日本語に変換してみるとか、うん、それ面白そうですよね、うん、面白い、うん、楽しそう、はい、これからの宮良寺5周年迎えますしね、はいはい、なんかそれを記念して何かこういった本当にみんながリアルタイムで楽しめる企画っていうのもあったらいいですね、うん、いいですよね。はい、なんかそれも放送とマガジンと、うん、はい、ね、リアルな場に、はい、うん、ね、展開していくと面白いかな、はい、楽しみにしたいなと思います。いや、すごい、はい、これがまたね、うん、宇都宮でこんなことやってるってなれば、うん、ね、東京都知事会見に字幕をつけた時のように、うん、全国的に広がっていくっていうことじゃないですか。うん、広まりますね、野望が、はい、そうです、野望が広がります、はい、いや素晴らしい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとここまでは稲葉局長にも、うん、あのトークに参加していただきましたが、ここまででいいんですか。ありがとうございました。ありがとうございました。
まあね、さよならって言っても、まあ、いらっしゃるんですけどね、久しぶりにね。はい、あのここからちょっと話題を変えてまいりましょうかね。あのこうした UD トークの、 あの活用というのも非常にあの興味深いんですが、うん、それと、まあ、あのまた日本柱っていうのかな、うん、それとこう関連してという感じになりますかね。本当は、はい、徳江さんは何をしていらっしゃる方かっていうと、はいはい、うんうん、UD トーク屋さんではなくて、何ですか、そうですか、はい、どういうことだったんですか。はい、私は本当はですね、もともとは、映画、うん、劇場でかかる映画ですね、映画のバリアフリーの普及啓発というものを、うん、長年やっております、うん、メディアアクセスサポートセンターの主たる目的はそこにあります、うん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 、でただそこに、イベントに集まってくるお客さんの中で聞こえない方がいらしたりっていう時に、まあ、UD トークというアプリも当然のように活用させていただいていて、うん、という、まあ、UD トークとは親しい関係にあると、うん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 、ただし、うん、まあ、メインは、はい、うん、映画です、はい、映画なんですよ皆さん、うん、で、もともと私はそのマスクメディアアクセスサポートセンターという団体を立ち上げる前から、うん、こう一緒に視覚障害者の方たちと一緒に映画を見るボランティア活動ですね、うん、シティライツという団体があって、そこで、目の見えない方たちと一緒に映画館に行って映画を楽しむという活動をしていました、うんうん、で、その団体を始めた方っていうのは街の日、うん、チャップリンの街の日、うん、シティライツ、そっちなんですよ、はい、あの、うん、正義の方じゃないです、うん、街の日のシティライツ、うん、あの作品を、まあ目の見えない方ってこの作品見てないんだな、無声映画だし、あ、うん、それ一緒に楽しみたいなっていうのがきっかけで、平塚さんという方が、うん、団体を起こして始めた活動なんですよね、うんうん、でその活動に数年、あの開始から数年後ぐらいですかね、私も知って一緒に関わるようになって、で、知って関わるようになってっていうかですね、私が別で企画していた、うん、イベントがあって、これは日本と外国アメリカの国際交流プログラムがあって、外国の方を日本に招いた時に一緒に何か楽しいことがしたいっていうイベントの一つに映画上映会を思いついたんですね、うん、でその時に手伝ってくれたのがシティライツという団体 で、うん、でイベントが終わった後もそちらで関わって、一緒に映画を見る活動をしていたということなんです、うんね、うん、で私が関わる前どうしてたかっていうと、うん、映画館に行って隣の座席に座って、うん、で耳元でコソコソ、あ、うん、今太郎が立ち上がった、花子の手を取った、ずっと目を見てます、うんうん、ね、わあ唇がみたいな、そういう感じのことを耳元でコソコソやるっていうのが初めです、はい、なるほど、うん、ね、でもそういうのは、うん、あのなかなかこう空いてる時間とかね、うん、てかできない、うん、で、うん、映画館の方たちが理解してくださるようになって、うん、映写室に入れてもらって、うん、あ、まあその間にもちょっといろんなあの段階はあるんですけどね、うん、あの MD に録音しといて、うん、でみんなでイヤホンを分岐して分岐して、で、あのこう操作して、うん、解説をねピッて流して、うん、で止めてピッて流して止めて、実際こう口で喋らないで準備しといたやつを流して止めて流して止めてっていうのをやってた時期も、うん、でそれから映画館の人に理解していただいて、今度はミニ FM ですね、うん、を、映写室から実況中継をするという、でその映写室実況中継型というのが割とその私たちのやってた、うん、その、うん、一緒にみんなで見る活動 の、うん、の、まあ、最終形ですかね、うんうん、もう本当に公開したばかりの作品ですから、うんうんうん、あの話題になってる作品すぐ見たいじゃないですか、うんね、で、それをボランティアの人が公開してから1回か2回下見して、うんうん、で、次の週末にみんなで集まって見ると、うんうん、そういうことをしてましたね。すごい楽しかったです、東京でね主にやってたんですけど、うん、いろんな地域ごとに、グループ作ってね、新宿グループ、池袋グループ、日比谷グループっていう感じで、川崎グループとかね、いくつかのグループに分かれて、それぞれじゃあ今月私たちやりますっていう感じでそれぞれイベントを回してたんです。へー、うん、でそこはやがて今はもう映画館ですね、シネマチュプキタバタという映画館を、ね、うん、独自自分たちの映画をかける映画館を作っていったんですけども、うん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 、で それはまあずっと視覚障害者のことをやっていて、うんうん、で私はやっぱりその出だしがね、国際交流プログラムであらゆる障害の人たちとのイベントがスタートだったんですね、うん、その私の初めの体験はもちろん見えない人もだったけれども、うん、聞こえない方もいらしたし、うん、あとはですね、あの
ックとかでこう、うん、なんか喋ってしまう、どうしてもなんかのタイミングでこう口からね、あの音声が出てしまう方もいらっしゃったし、うん、あのまあ、もう当然あの車椅子利用の方もいらっしゃったし、うん、あらゆる障害の方たちが集まってそれで同時に笑う、うん、これは本当に楽しい体験で私にとってはね、うん、なので、まあ、視覚障害者の方だけじゃなくてやっぱり、聴覚障害者の方とも一緒に映画を見るっていう何かをしたいなと思ってた時に、うん、ちょうどあのメディアアクセスサポートセンター立ち上げに、計画みたいなのがあって、うん、でそちらはあの字幕ですね、主に字幕の活動してたんですね、うん、でじゃあ私が一緒になれば見えない方も聞こえない方もっていうことになるから一緒にやろうって言って1年間準備期間をして、で新しく NPO を作ったっていうのがまあ今から10年ぐらい前の話なんですね、うんうん、で、このメディアアクセスサポートセンターは理事があの英連が理事に入ってるんですよ、だから、うん、あの東方東映松竹かとかはっていう、うんうん、まあ、団体もきちんと入っているし、うん、そして理事の中にそのスタートの時には、日本展示図書館とか、うん、日本盲人会連合とか、うん、あとは、初めの時にはあの聴覚障害者の団体の方とかも入っていただいてたんですね、うん、あのアドバイザーとして障害者の団体が来るんではなくて対等な理事として一緒に立ち上げたかったんですね、うんうん、でそれがスタートでした、うん、で、なのでもう本当に映画会社の人たちがそのまあ国際的にもね障害者差別解消法とか、まあ、あの国際的な流れで日本の中にもできてきた流れの中で、うん、あのこうなんでしょうね、当事者からの要望を受けてではなくて、ね、うんうんうん、まあ、自分たちの作品をいろんな人に楽しんでほしいっていう願いと一致できたんですよね、うんうん、なかなか簡単にはいかなかったけれども、うん、その中でアプリを開発したりとかでその実証実験をしたりとかしながら来て、うん、そしてまあ数年前ですねやっと、まあ、UD キャストであるとか、うん、ハロームービーであるというアプリを使って日本全国、うん、映画館側に設備がなくても、うんうん、自分の携帯端末を持ち込んで鑑賞して楽しむことができるというシステムを提供できるようになったわけです、うん、素晴らしいですね、素晴らしいですね、素晴らしいです、はい、そういう流れでした。それが数年前の出来事なんですね。そうですね、今そのメディアアクセスサポートセンターさんで提供してくださっている、はい、映画見に行こうっていう、はい、ポッドキャスト、はい、あるいは UD、うん、YouTube、うんうん、があって、あの新作映画情報ね公開してくださってるじゃないですか、はい、今週この作品が公開になります、はい、ね、あらすじはこんな感じ、誰々出ています、誰々監督で、で字幕や音声ガイドはこのようになっておりますっていうのを毎週毎週私聞かせていただいてますけれどもだいたい金曜日、はい、新作が公開されるので、まあ、木曜日なんですね、うん、配信は本当は、ああ木曜日になってるのね、本当はね、あれは本当はね、うん、いやね、聞いてるとあの新作が発表になる、はい、映画始まりますっていう時に、あもうみんなほとんどこう音声ガイドがついていて全国でみんなが一緒に見られるようになったんだ、それは数年前の出来事なんですね。今はね、去年おっしゃってたじゃないですか、この字幕がメガネに出る、はい、何メガネまあ字幕メガネ、字幕メガネモベリオ、モベリオ、はい、モベリオが全国100巻はい目指して、はい、まだ、まあ、正式にはまだそこまで行ってないんですけどね、うん、はい、ね、それを自分が持ってなくても、はい、映画館に行って貸してくださいって言えば、はい、耳が聞こえないけど、はい、字幕をそのメガネで見れるんですよね、はい、この大画面を見ながら字幕も出てくるっていうことですもんね、はいはい、うん、あの字幕版のねフィルムで提供されれば見やすくていいんですよ、うんうんうん、やっぱりその要望は相変わらずあるんですね、うん、でもどうしてもその字幕上映っていうのをやってない映画館の場合には、うん、あのメガネがあればね、通常の上映の時間帯いつでもあの自分で好きなタイミングで字幕付きで見ることができるという仕組みなんですね、うんうん、ちょっと今ワクワクしてて実は、うんうん、どこって言えないんですけど、うん、とあるシネコンさんが全部、うん、日本全国自分のチェーン店全部に置きますっていう、うん、置きたいんですけどって今問い合わせをいただいていて、はい、ちょっとその今準備をしているところで、あそうですか、情報公開したらもうぜひ、うんうん、
着々と進んでるんですね、はい、素晴らしい。今宇都宮でそのモベリオが借りられるのは一巻だけですよね。一緒に見に行った、うんうん、ムービックス、はい、そうですね、インターパークのところにある映画館ですよね。いや素晴らしい。なんかね、私今まで全然気がつかなかったけれども、徳江さんと会ってね、こうやってお話ししている中で、その子供たちがね、ドラえもん見たいとかクレヨンしんちゃん見たい、コナン見たいっていう時に、目が見えないお母さんも耳が聞こえないお母さんも一緒に自分が分からなくてもついていってたっていう話を聞いた時に、うん、ああこれからはどんな人も一緒に楽しめる、それがお孫さんとおじいちゃんおばあちゃんであってもどんどんそうやって広がっていくんだと思うと、とても嬉しいですよね。うん、うん、ちょっと余談になっちゃうんですけど、この番組に徳江さんが欠かせないって私が思っているのは、そのこの番組の中でね、病気と感情についてとか、がんというものと免疫力と感情とかっていうお話をいろいろスペシャリストをお呼びしてお話ししてたりするじゃないですか。その生きていることが楽しくて素晴らしい、明日何しよう、その喜びっていうのが生きたいっていう気持ちにつながっていくんだなって思うんですよ。だからその生きる意欲っていうのは健康と絶対につながっているって思うので、これはね、私徳江さんはこの番組に欠かせないと思っているところはそこなんですよ。うん、年をとっても喜びをどんどん追求していくことができるって、可能性を見せてくれる方なので、うん、うん、そうですね、楽しいことはね、いくつになっても諦めないでね、うん、そしてそのためだったらなんか努力もできるじゃないですか。そうなんです、うん、うん、そうですよね、うん、はい、そしてね、今はこんなわーってびっくりするようななんか未来的な技術が、うん、もう整ってきてるんだってことをみんな知らせないと ね、 そうですね、知らない人多いもの、はい、うん、まあ、知らせるっていう意味では、うん、つい最近、まあ、今先週つい先週やってるとか、まあ、先々週から始まったドラマがありまして、コミック原作ですね、はい、ヤンキー君と白杖ガールっていうコミックがあるんですけど、うん、その恋ですっていうタイトルになって、恋です、ヤンキー君と白杖があるというドラマが、うん、日本テレビで始まっていまして、今月からですね、先週分は、TVer というね、番組で無料で見れるんですね、1週間、うん、で次が20日かな、水曜日、明日の夜、はい、10時からなんですけど、うん、これはヤンキー君とね、まあ、ヤンキーと街中で出会った弱視の女の子のお話なんですよ、うん、これはもう全盲ではなくて弱視の女の子で、ぼんやりは見えるけどって言って、こう白杖、白い杖を持って街を歩いている彼女なんですね、うん、でその2回目つまりまだ TVer で上映してる、それですよ、皆さんまだ間に合いますよ、それで、映画館に行くんですよ彼女が、うん、そのヤンキー君と、うんうん、別に本当は友達と行くつもりだったのに、まあ、友達が行けなくなって渋々というかね、うん、まあ、ヤンキー君と一緒に行くことになるんですけど、うん、そこでもう当たり前のように彼女がこのハロームービーのようなね、もう画面上どう見てもハロームービーですよ、うん、のようなアプリを使って、こうホラー映画ですよね、うん、まあ、ゾンビ映画、ね、ゾンビ映画ね、ゾンビ映画を楽しんでるんですよ、へっていうね、そのドラマで、ね、はい、見て、でしかもですね、うん、このシリーズものなんだけど、うん、一作目がついてなかったんだって彼女が残念があってたらね、そうするとなんとその次にばったり出会った時に、うん、ヤンキー君がね、じゃあって言って、見たがってたこれガイドつけるよって言って、うん、こう解説してね、一緒に見て楽しむんですよ ね、 ね、まさにね、徳江さんがやってらしたような、そうなんです、うん、もうね、ただくだらない、本当に知らない人が見たらね、うん、こんな拙いガイドでいいのかって思うかもしれないけど、でもそうじゃなくて、もう本当に私とか関わってきた人、長年関わってきた人たちはもうあの場面大絶賛なんですよ、うん、あのヤンキー君のあのガイド素晴らしいよねって、うんうん、その技術じゃなくて、うん、やっぱ思いなんですよ、うんうんうん、そしてスッと今やろうっていうね、うんうんうん、いつかやろうとか、はい、技術が上がったやろうとかじゃないんですよ、うんうんうん、見たがってるこの子と今一緒に見ようっていう、うんうん、それがもう感動的で、私としてはもう、ね、うん、何度見直しても泣いちゃうんですね、もうね、あのシーン、なんか私まだ見てないんですけど、そのドラマ
徳江さんの解説を聞いて、うん、全然見方変わるんじゃないかと思うので、一回見た人ももう一回見た方がいいですね。見た方がいい。TVerでね。TVerでね、無料でね、まだ見れますよ。はい、あ、なんかそういったなんかすごくあの興味深いドラマがスタートしたと。そうなんです。うん。うん、で、そうですね、うん。コミック好きで見てたんですけど、はい、こういうのドラマ化されると大体あの。いやうんってなるんですけど、うん、これはねなんかねいい方向で全然違って、うん、ドラマならではの良さっていうか、はい、うん、工夫とか作ってる人たちの情熱とかが伝わってきてすごいいいなと思って見てます、うん、はい、楽しみです。あねえ、ということで今日はこの1曲を選んでくださったんですね、はい、そうなんです。はい、今本当にあの熱い解説をいただきました。ドラマの主題歌になっているこの1曲をお届けしたいと思います。ジュジュで答え合わせ。今からここから時間は今からここからお届けしています。エイトのトランジ、そして番組応援団の皆様のご提供です。本日の番組応援団です。大門佳代子さん、オーガニック食品とオーガニックデリのララカフェ、福島県食育協会理事斉藤俊恵さん、高根沢皮膚科クリニック、ワイルドキッチンくまくま&巻餃子専門店大正堂、おいしいね楽しいね、嘘をつかない豆腐、国産手作り豆腐の大豆の館、おいしい野菜とこだわりの素材で作る男の手料理うふふパイプレストデュエ、あなたの日常に音楽を奏でる喜びを、岩崎和弘ギター教室、キャンサーズプロジェクト、心体ライフの学び屋ここかライフ広場、腸を元気にする発酵料理ワークショップのお店、有機市セモリーナ、手話通訳と日本語字幕でエンターテイメントをお届けしますサイレントミュージック MC、 以上の皆さんです。いつもありがとうございます。今からここからは皆様のご支援により放送しております。番組スポンサー個人応援団随時募集中です。よろしくお願いします。続きまして、医療法人高根沢皮膚科クリニックからのご案内です。あらゆる年齢層やライフスタイルにおける皮膚のお悩みにお答えし、皮膚科として専門性を生かした医療をご提供いたします。高根沢町宝石台でお待ちしております。さあ、改めて本日のゲストの方をご紹介いたします。ラジオ同時字幕配信 M プロジェクト発起人、NPO 法人メディアアクセスサポートセンターの徳江さやかさんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここでメッセージをいただいたのでご紹介したいなと思います。ラジオネームカレー屋店主さんです。みつこさん、チェカさん、徳江さん、そして稲葉局長こんばんは、ご無沙汰でーい。お疲れさんでいつも UD トークにはご無理をおかけしておりますカレー屋店主です。今宵も仕込みながら拝聴しております。稲葉局長、念願のご出演おめでとうございます念願でした。うんうんって言ってます。嬉しいですね。 UD トークの野望面白そうですね。みつこさんのネットワーク、さまざまな得意分野の方々が参画されましたら、ますます無限に広がりそうです。楽しみです、うんうん、とのことです。本当ですね、うん、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。あの UD トークは AI なので、うん、はい、お疲れさんでも、うんうん、ご無沙汰でも、うん、学習していくと思うんですよ。あ、もうすごいな本当にどんどん使っていきます。どんどん、そうですね、どんどん盛り込んでいきましょう、ね、そして覚えてもらいましょう UD トークの方にね。はい、カレー屋店主さん、またまたあのいろいろとメッセージお待ちしておりますよ。お待ちしてます。ありがとうございます。さあ、 UD トークの話題出ましたけれども、うんうん、あの今後ちょっと宇都宮で企画されている面白い取り組みがあるみたいなんですが、徳江さんからご紹介いただいてもいいですか。はい、はい、
以前私が宇都宮で映画の音声ガイド講座をしていた時に参加してくださった、このあれですね、宮ラジのパーソナリティの一人でもある、はい、あ、そうですね、うん、はい、片岡さんですね、はい、片岡由美子さん、はい、片岡由美子さんのアトリエ本丸ですね、はい、というところでですね、23日からですね、自主公演ですね、コメットイケア2021というものが上映されます、はい、これはあの寺山修司のラジオドラマがなんですけども、うん、こちらをまあ舞台にするということでね、はい、そしてあの問い合わせをいただきましてですね、うん、これもバリアフリー化できないですかねという相談をいただいたのでですね、うん、まあ、ちょっとご提案をして、はい、で必要に応じてですね最終日31日に、ご要望があれば、お客様のご要望があれば、音声ガイド付きでね、はい、あの舞台でこんなことが起きてるよっていうことをね、うん、見えなくても、まあ、伝わる形で、はい、上映できたらいいかなというふうに思っております。はい、ので、はい、ご関心があれば、うん、お問い合わせください。これちょうどね、ちょうどって言ってのも変か、10月10日日曜日のあの何下野新聞の街中だよりでも紹介されてたりとか、うん、あとまあ各地であのチラシ、はい、出てると思うんですけどね、宮良寺にも置いてますよね、はい、SNS なんかでもね、あの情報発信してくださっていますので、アトリエ本丸で検索していただくと詳しい情報があのヒットするかなと思うんですが、うん、ね、バリアフリー上映、うん、これはそれは音声ガイドを、はい、その場でつけていくんですか。はい、そうですね、その場で実況中継式でやろうかなと思ってます、映像をねちょっとあの隣の部屋に持ってきてもらって、うん、あの同じスペースだとちょっとそのうるさいので、うん、ちょっとあの持ってきてそこで見ながら、うん、やろうかなと思ってます。こちらの舞台でやるの初めてなんでね、うん、そしてまたあの舞台の字幕音声ガイドでやるの私すごく久しぶりで10年ぶりぐらいかな、はい、なのでちょっとドキドキしますけどね、はい、あの、はい、皆さんと一緒にあのできたらいいなと思っております。うん、これは楽しいですね。だって、宇都宮ではないんじゃない、だって徳江さんが10年ぶりって言ったら、うん、そうですね、ないと思いますね、今までそういうことは取り組まれたことはないと思います、はい、宇都宮で目が見えない方は舞台っていうのを見たことは、あ、そうかもしれないですね、地元ではなかったかもしれないですね、あの東京の方の 団体でね、うん、あのそういうところありますけどね、あのスタート前に舞台のこう装置とかを説明して、うん、で舞台って結構面白いんですよ、うん、あの右行ったり左行ったりって音で分かるじゃないですか、はいはい、距離感とかね、うんうんうん、だから、まあ、テレビとか映画とかを見てるよりもっと臨場感を感じれるので、うん、足音とか息遣いとか、うんうん、あのそんなにガイドいらないんですよ。なるほどね、よっぽどの展開がない限りね、うん、だからね舞台ってすごくお楽しみいただけると思うんですが、うんうん、でもやっぱりそこに音声ガイドがつきますよとか、うん、まあ、あるいは今回字幕用意できるかどうかまだ分かんないんですけど、がつきますよっていう風に告知があれば、うん、あ、自分も行っていいんだなって思うじゃないですか、はい、うんうん、そういうのがすごく大事だと思っていて、このチラシもバリアフリー上映ありますって書いてあって、うん、でそうすると、あ、じゃあ自分もこの作品楽しめるのかなってっていう風にね、あるいはお友達誘えるのかなっていう風に思ってもらえると思うんですよね。それは面白いですね、うんうん、私徳江さんと一緒に映画見た時に音声ガイドをつけて映画を見たじゃないですか。やっぱり新鮮だったですよね、あの自分が受け取ったものとまた別の情報が入ってくるっていうか、うん、とても面白かったので、うん、舞台に着くとこれはね、皆さんに見ていただきたいですよね。ですね、はい、まあどうでしょうね、まあ、見える人が聞いて面白いものになるかどうかちょっと舞台についてはわからないんですけど、はい、まあ、なんか今後の参考になりそうな気もしますから ね、はい、ね、最終日ですかね、最終日を予定してます、はいはい、音声ガイドがつくのは10月31日最終日だそうです、はい、気になる方はお問い合わせなさっていただきたいと思います、はい、アトリエ本丸までですね、はい、はい、お願いいたします。さあ今日の本題ですよ、うん、とっても私が聞きたかったこと、残りわずかとなりましたが、時間もお伺いしたいんですけど、はい、やっぱりその音声ガイドをつけます、字幕をつけますっていう書いてあることが自分も言っていいんだっていうことにつながるっていうことですかね。そうですね、うん、なんか秋の各種イベントが開催されてきたじゃないですか、その緊急事態宣言解除を受けてあちこちで開かれましたけども、そこへいらしていない方がいるなって私は感じるんですよね。だからどうすればいろんなどんな方にも来ていただけるイベントが開催できるのかなっていうのが私のすごく疑問で、うん、で徳江さんに今日聞きたかったんですけど、なるほどね、各
過渡期なんですよ、うん、今は、うん、将来的に本当に当たり前になれば、うん、別にインフォメーションなんていらないんですよ。そうですよね、うん、どこへ行っても、うん、そうそうそう当たり前、うん、でも今はそうじゃないから、うん、そうするとあえて今この作この、うん、字幕がつきますよとか、うん、あのユーディートークでサポートありますよとか、うんうんうん、あるいは手話分かる人がその会場にいますよとか、うん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 、音声解説がつきますよっていったものをね、うん、告知に合わせてあらかじめ出す、うん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 、っていうのが大事だと思うし、うん、であのまあ、うん、企画者はねちょっとドキドキするからあの申し込み事前にしてくださいとかいろいろ言うと思うんですけど、うん、極力それはなしで、うん、だってそうでしょ、その朝起きて自分が気が向いて映画館に行くわけじゃないですか、うんうん、イベントも行こうかなどうしようかなって迷ってる、うん、でも申し込んじゃったから行かなきゃいけないっていう気分で来られても、うん、来てもらっても楽しくないでしょ、うん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 、やっぱりあの誰がいつ来てもできる限りの体制は整えておきますよっていうインフォメーションを出せるかどうかっていうのはすごく大事かなっていうふうに思ってますね。うん、うん、なるほどね。徳江さんがそのどんな方ともがいらしても一緒に笑ったっておっしゃった、うん、そのアメリカとの交流、うん、ね、その時何を気をつけましたか。うーん、何を気をつけたっていうよりももうまあ、来る人のイメージがあったのでね、うんうん、その外国人の人がまずいらっしゃる、だから日本そのえ 英語で字幕出さなきゃいけないかなと思ったりとか、うん、あるいはじゃ あの見えない人は日本人でも外国人の人でもいるから音声解説は日本語でも英語でも用意しなきゃいけないなとか、うん、もうあのその時思いつく限りのイメージですよね、想像ですよね、うん、この人が来るなっていうことがイメージできることが大事で、うん、でたまたま私はその障害者の交流プログラムっていうね、うん、ものだったから割とイメージしやすかったわけですよ、うん、見えない人、うん、聞こえない人、うんうん、あの暗がりが怖い人、うん、いろんな人をイメージできやすい、うん、ただ私たちが今まで漫然とやってきたイベントっていうのは、うん、そこにどこまでの多様な人をイメージできるかな、お客さんとしてね、うん、その人たちをウェルカムって歓迎できるかな、うん、こうその人と目が合った瞬間にわっ想定してなかったっていう動揺は絶対伝わっちゃうんですよ、うんうんうん、だからその人のこうすごく想定してなかった人が来た時にねウェルカムとよくぞ来てくださったと、うん、何ができるかわからないけど一緒に楽しもうねって思えるかどうかっていう、そこがすごく大事かな、うん、なるほどね、うん、なんかこういろいろな取り組みをお話をお聞きして一番肝心なのはそこなんだなって思っていて、私の持っているものであなたにできることありますっていうその少しの気遣いっていうか、うん、それすらそれさえあれば後のツールは UD トークがあったらサポートしてもらえるんだっていうような感じはしているんですけど、うんうん、断らなくていいと思うんですよ、うんうん、できなかったとしても、うんうんうん、その来た人の残念さとかを自分も共有したらいいんだと思うんですね、うん、あこれを提供してあげられなかった、うん、これを一緒に楽しめなかった、でもその人が来てくれたっていうことはやっぱり歓迎したいし、うん、次は良くしたいから、うん、ぜひまた協力してください、遊びに来てくださいって言えること、うん、そういう循環が大事かなって思いますよね。なるほど ね、その交流会の時もこのリクエストが出たっておっしゃってたじゃないですか、はい、それがすごく大事だなと思ったんですよね、うん、その自分はこう感じたっていうことを言ってはもらえないとわからないことがやっぱりたくさんある、うんうん、それを吸い上げられたっていうのがすごく良かったんじゃないかなって、うん、そうですね、うん、じゃあやっぱりどんどんやっていこうっていうことだ。そうです、もうみんなでやっていこうってことだ、まあ、そうです、うん、もう本当にあの絶賛されるだけじゃなくていいんです、残念だったっていうことも、うん、っと言ってもらえるってことがすごくいい関係だと思うから、そこをねこれが足んないってそう必要だって、うん、言ってもらえる、やってみなきゃ分かんないんだ、そうした時に、うん、自分だけが責められたと思わなくていいんです、うん、その人巻き込んで、うん、じゃあアドバイスくださいって言っちゃえばいいんです、うん、次は一緒に企画してくださいって言っちゃえばいいんです、うん、なるほどね、うん、いや一つの答えが見えた、はい、ありがとうございます。いや本当ですね、はい、あなんかお話尽きないですけれどもエンディングのお時間となりました。メッセージねまた届いてましたよ。ラジオネーム今からここからさんです。皆さんこんばんは。こんばんは。皆様の元気なお声笑い声に元気をもらいました。ますますのご活躍応援していますとのことです。
ありがとうございます。はい、またあの徳江さんをお呼びしてたっぷりお話を伺える機会があればと、ね、次はどんなお話かな、ね、思ってます。また楽しみにお待ちしてます。ありがとうございました。この時間最後の曲です。池田信也の Jesus You Made Our Day を聴きながらお別れいたします。心、体、健康、きれい情報番組、今からここから。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お元気で、またラジオでお会いしましょう。